午前9時前です。ダイハツ本社に国交省の職員が立ち入り検査に入ります。国交省はきょう道路運送車両法に基づき立ち入り検査に入りました。ダイハツ工業は自動車の安全性を確認するための衝突試験を正しく行わず不正なデータを用いて国の認証を取得、第三者委員会の調査では新たに174件の不正が判明しました。国の内外で生産しているすべての車種の出荷を停止しているダイハツ。仙台市内にある宮城ダイハツの店舗では朝から通常通り営業が行われ多くの客が訪れていました。ちょっとびっくりしました。自分が乗ってる車は問題ないとは思うんですけども、今のダイハツの社員さんからもいろいろ説明がございまして、なんか謝罪というかね、お客様にすごく大変ご迷惑をおかけしたということで、いやありません、全然普段通りですよ。何にも異常なく快調に乗ってます。宮城ダイハツによりますと県内の店舗には電話や来店での問い合わせが相次いでいるということです。宮城ダイハツは新車の販売を停止し中古車の販売は続けるということです。